ヤマト。ヤマト、あそこに洞窟がある。あそこで休もう。タケルもあそこに避難してるかも。ここにもいないのか。ヤマト、焦ってもしょうがないさ。風も引いてるし、吹雪が止むまで待とう。俺は大丈夫だから、お前休んでろよ。タケルは俺が探してくるよ。だからヤマトはここで休んでるんだ。ガブモン、俺なら平気だよ。怪我は着てるからさ。俺だけ休んでいるわけにはいかない。タケル！タケル、どこにいるんだ？やっぱりタケル見つからないや。体中が冷え切っている。このままじゃ凍え死んじゃうよ。こうなったら俺の毛皮を。もう具合大丈夫？ずっと俺を温めてくれていたのか。あれ、おかしいな。俺の代わりに風邪をひいたのか。ごめんな。いや、照れるな。おい、ヤマト！大地の声だ。よくここがわかったな。これからどうする？決まってるだろう。みんなを探すんだ。ファイヤー！レディーフレーム！チファイヤー！
ヤマト、それよりもこの島がどこに向かっているか気にならないか？それより、デビモンが言っていた海の向こうの世界、そこに向かってるんじゃない？みんなを探すことより大事なことな。海の向こうの世界に行けばみんなと会える方法が見つかるかもしれないだろう。タケルがいない今の俺の気持ち、なんだと？かな、やめてよ。喧嘩してる場合じゃないでしょ。カナ、ヤマト、タケルは一人じゃ何もできないんだよ。モジャモンだ。ヤマト、間一髪だった。ヤマトとタケルを離れ離れに。あ、なんだ、歯車が逆回りしてる。おーい、みんな大変だ。なんだって、本当だ、無限マウンテンが近づいてる。もしかしてタケルもそこに？ああ、きっとそうさ。待っててくれタケル。